ね、お尻をね、しっかり触ってきますっていうね、頭からこう神経が出て、お尻の疲れを、まあ、背中の疲れとか、肩の疲れとして頭が間違えてしまうことって結構多いんですね、うん、なので、しっかり押さえていきます。私がわざわざ説明したってことは痛いですね。そう、痛いよってことですからね、頑張ってください。おぉ、あぁ、痛い。細かいところね、指で押さえていきますよ。あ、マシ。だいぶマシですよね。はい、はい、分かりませんよ、こっちはこっちで。あ、まだまだ、あ、痛い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 、脱臼に行くよ。あ、よ、なんかジンジンしてきた。ジンジンしてきました。変な感じじゃない？大丈夫？変な感じではね、なんか血が巡ってるか、血が巡ってるか分かんないです。では、こちら側を上にして横向いてみていただいているところですから。それ痛いやつや。そうですよね。よくわかりますね。よし、うずみな。ねえ、こうしますね。こうしますね。お尻の筋肉って僕からここまでくっついてるんですけど、ここをね、しっかり緩めてあげると効果的なんですね。で、私がわざわざ説明したってことは、痛いということですね。頑張ってください。
方が痛い。あそこ気持ちいいな。もう気持ちいいでしょ。気持ちいいとかすぐ落ちます。痛いよ。では下向き、うつ伏せでお願いできますか。ちょっと行かせるっていいですか。どうぞいいですよ。ちょっと私もじゃあお水飲ませてくださいね。